こんにちは。こんにちは。いやもうボンバーの再来よね。まあでもこれ菊池くんの企画だから。あ、そうなの。はい。8でコイン状のバレル。コイン状のバレル、物を挟んで飛ばすイメージの練習グッズでございます。これなんで菊池企画かっていうと、僕を挟んで飛ばすっていう意識を1ミリも持ってないから飛ばせないと思う。左右同時に離さないとダーツが左右に曲がります。20トリプルを狙って1のトリプルによく入ってしまうプレイヤーにおすすめです。そんなこと書いてある。最大径20ミリとバレル重量 18.5g によって手に重みをしっかり感じながらスローできる。練習用バレルとしても、練習用バレルとしても、としても最適です。いや、これ使えんだろ、試合で。まあね、使えなくもないと思うけど、出してみ。これ、何、シャフトとチップついてるじゃん。ボンバーにはなかった。待って、これ形えぐくない？いやでもそのバレルならこれが一番いいってことだろ。これちょっと最大形の部分見してみ、今までの。シュッ、もうこう最大形の測り方がなんか長方形みたいになっちゃう。完成。ででん、これダーツなのかなっていう形してるな、本当に。まあ理論上はダーツ、こう4分割されてるわけです。じゃあ投げてみます。イエー。では参る。うわあ、これは無理だ。あ、無理な。俺第一関節のとこにこうピッて持ってくるんだけど、こうやってね、これがもう曲がんないもん、指が。ああ、なるほどね。これは無理だ。じゃあちょっといきます。はい。いや無理だ、これは。いや無理だ、これも飛び汚くないけどね。いや、なんか思ったとこに飛んでない。全然それいつもそうだ。いつもそうなんだけども、あ、でも、うん、やっぱボンバーの時よりも、うん、フォームがキモい。第二関節とかで持っても本当にパッて離すイメージでさ、うん、お、切る切る切る。いや、今だってもうボンバーと同じ使い方したもん。え、どういうこと。それをこれをこういう風に持っちゃう。コインを挟む使い方をしてない。そう、それはズルです。ズル、やめてください。ですよ、もう綺麗に離れてるから。いや無理、これはマジでやばい。一回やらせてください、私。いや、それはいい、それは大丈夫。え、なんで。なんで。それは大丈夫。うわ、毎回落ち込んでるじゃん。いや、これはやっと普通に入ったけど、ブル切りっきりだしね。ちょっと投げてみ。やらしてくれるんかい。うん。いやー、うわ、え、今8年ぶりぐらいに右回転かかった。うわー、すげえ。ああ、向こう行ってますね。どう、まあ、これの飛ばし方だよね。そうそうそう、すげえな。いや、待って、いけるかもしれない。マジで、お前行っちゃう。いけるかもしれない。行っちゃう。では、じゃあちょっと俺もう一回やってみに。はい。どういう意識。うわーい、ダメ今。マジで時間の問題じゃんって言う準備はできてたんだけどね。いや、今のハッとっしょ。反応したっしょ。形状が良くなかったな。やっぱ弾く。コインの膨らんでるところにベチンって弾かれた気はする。もう一回出たもんね、さっき。そうじゃん。それさっき一回出た、俺出たもん。ない。次はもうやもんですよ。出てねえだろ。いや、1本目がさ、ちょっとワンビットずれてっかなと思ったんだけど。はい。
アイロンクラッシュ。コインの向きの運よ。見て、この。あー、見えてる。これとこれ。でしょ。当たってた。これだって横向いてたらさっきの菊池みたいなさ。バイーンです。バイーンです。じゃあ、ちょっと自分のダーツを投げてみてください。なるほど。練習の成果があったのかというね。ちょっと待って、これ。これマジであるかもしれない。マジであるかもしれない。ハッチが怖えよマジで。すごいね。間違ってた俺が。いや俺が間違ってたマジで。で私は挟んで飛ばすことを意識してないって言ってたんだけど、その挟んで飛ばすのが合ってるのかどうかも分かんなかったし、だからボンバーの方がいいのかなと思ってたけど、実は逆で俺の場合自分に欠けている要素であったと。その挟んで飛ばすっていうことが、実際今こっちだと左回転かかっちゃってるからパッと離せてないんだよ。ないんだけど、ハッチでやったこの2本の意識をより強く持てたかなっていう。まあ実際このフォロースルーの時の親指の位置が全然違ったしね。いや、ハッチとボンボンは一点突破の形してる。はい、それのおかげでなんか合う合わないとか意外と分かったりするかもね。もしかするとほら、俺レーティング5で、うん、お前13ぐらいあるから、まあ、あるから、その気づき度合いとかが全然なんか欠けてるものが違うのかもしれないし、でもなんか、おっていうのはなんかあったなと。ハッチは山口に覚醒してました。いや、すごい良かったですね、うん、はい、ありがとうございました。じゃあでもありがとうございましたとかじゃないですよ、ね、でもマジでありがとうございましたって感じ。俺からすればボンバーの肩身が狭いよ。それはほら菊池の担当でしょ、だから菊池がテンション上げたらいい。ボンバーで気づいた。終わってんだボンバーの。ボンバーも終わってるから。ボンバーマンも終わってる。ボンバーマン、いや俺はだからボンバーマンだから。ああなるほどね。お前がハッチマン。ハッチマンとボンバーマン、なんか現金のやつ見てたな。ハッチマンって。